ありがとうございます。こんにちは。ちょっと中に入ったらびっくりする。ここレイね、このウッドデッキ撮影しちゃっても大丈夫ですか？あ、はい、すごい、はい、で、ウッドデッキめっちゃくちゃ綺麗じゃないですか。お邪魔します。ここはね、めっちゃ広いよ。 いいえ、うん、ここはね、掃除した方がよかった。ここすごいよね。あれ、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  あれ、本物がいるぞ。何これ。え、ちょっと嫌なんだけど。なんかテレビで YouTube が見れる。関係化してる動画だから。いっぱい立ち上で喧嘩しちゃうやつなんです。すごい。今ここで見てたんですけど、キッチンは本当ここにガラスがついてて、あ、こんな感じなんだ。そこも作りも全く同じで、多分このキッチンだね。後ろも全く同じです。これが一緒だ。すごい。これ、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 これ
りと降ってきて、和室もすごいよ。そうだね、なんか奥が収納すごいね。これ脱いだ方がいいのか。ここ収納すごいな。畳だよね、これ一応ね。何これ、収納すごい、収納があるね。いいね、ここ撮影で話しとか。はいはい、やば、収納用ショルダー、ショルダーね、後ろに玉のついてる、光ってるしか、そう光ってるの、すごい、ここが光るってすごいね。いいわいいわいいわ。棚なんかあるよ。乾燥機か、2階行ってみる。うわすごい、あれ3階もあるんですか。あの小屋柄も見てたら、へぇ、はい、自分の机とか、ああ、はい、すごい、これ、この家すごいね。さっきからすごいしか言ってない。いいね、ここ勉強、もう部屋じゃないよ。2階の水道がある、いいね、トイレ、トイレ、2階の水道憧れるな。こっちは何、こっちは何、エアコンも私と同じかも、私の部屋と同じかも、うん、うん、やっとだ、ねえ、3階行く、うん、3階なの、ここ、これロフトが、ロフト吹き抜けがある、広い、すごいロフト、あ、すごい、あ、やばい、これ。耳が、耳が落ちる。あ、ここじゃ写真撮る。全く一緒。耳が落ちる。ねえ。撮ってもらおう。130センチかな、じゃあ。耳白身しても届かないよ。一つあるだけで。見て、耳白身しても届かないよ。やば。うまい。夢いっぱいだね。ここの部屋、こういう家が欲しい。じゃあここ宣伝するから、ちょっとお安く